完成地震は、江戸時代中期の完成5年1月7日に、仙台沖で発生した大地震である。1978年に発生した宮城県沖地震とその海溝側との連動型地震と考えられている。宮城県沖地震と考えられているものとしては、記録のある気温地震の中で最大規模である。完成地震の震度分布完成5年正月7日、 五国オシカ半島沖に大地震が発生した。古病山首相記録には大津波が発生し、スカウラにて家17軒が流れ12から13人が流死したとある。東半志港には仙台半領内で足12人、馬13頭、海野六64とある。全体で海火及び流出千1730軒余り、船の流出、破損33、 死者44人以上とされ、相馬では余震が10ヶ月以上続いた記録がある。この地震に関する古記録は1904年観光の大日本地震資料では、竹江年表の完成五年正月、関東地震1件しか収録されていなかったが、その後、次第に多くの資料が集積されるようになり、震度分布などこの地震の全体像が明らかになりつつある。 東北地方太平洋側に津波が襲来し、八戸から九十九里浜まで津波襲来の記録がある。津波は、田の浜で高さ3から4メートル、両、石で4から5メートルと推定され、今村、飯田の津波規模では、M イコール2.5と推定されている。また辻吉信、上田和江は両石における津波素状高を9メートルと推定している。アイダイサムは、 津波の数値実験から断層モデルを仮定し、1 4 0トル5 0トルの逆断層で地震モーメントは6.3から 9.6020nm、m7.5 程度と推定している。川角博氏は、お鹿半島沖を信号と考えマグニチュード m イコール7.1を与えていたが、は徳太郎は、 今村秋純の推定した1897年2月20日の地震の震度分布に類似しているとして、ハゲ域が1897年の地震とほぼ同じか北寄りであるとし、2 0 0トル8 0メーのハゲン源域規模は M7.8 と推定した。宇佐美達夫は津波が 相馬、岩木で引き波で始まったことから1896年の明治三陸地震にも似ていることを考慮して、信号をより沖に定め、規模も M8.0 から8.4と推定した。1897年の地震との類似を考慮すれば、M7.9 程度になると推定している。なめがや雄一は、震度分布が1978年、宮城県沖地震に類似している事実。 また津波襲来状況から1978年、宮城県沖地震に加えて、さらに沖の海溝側を震源域とする1981年1月19日に発生した宮城県沖地震の震源域も含めた M8.0 から8.2程度の連動型の巨大地震であると推定している。2003年に改定された。 地震調査研究推進本部による宮城県沖地震の長期評価では本地震は宮城県沖地震と日本海溝よりの震源域が連動した M 発展に程度の地震と位置づけられた。2011年11月に改定された地震調査研究推進本部による三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価では本地震を1897年の地震とともに 繰り返し発生する、三陸沖南部海溝よりのプレート間地震と位置づけ、M7.9 程度、平均さらい間隔を109年程度と評価した。ありがとうございます。